この東京12区定数1を争うこの選挙区で勝ち抜くために日夜奮闘しております池内沙織衆議院議員をご紹介いたします。ただいまご紹介をいただきました日本共産党東京12区私池内沙織です。安倍政権を終わらせる大きなチャンスが訪れました。安倍首相は所信表明演説さえ行わず衆議院を解散するといいます。今の憲法のもと新しい内閣を作っておいて国会で質問も受けずに解散をした、こんな例はどこを探しても一つもありません。異常なまでの国会軽視、国民軽視、森かけ疑惑に蓋をして逃げ切ることができると思ったら大間違いです。12区の皆さん、ご一緒に自公連立の象徴の選挙区から市民と野党の力で勝ち上がりましょう。私池内沙織、全力を尽くすこと、まずはじめに決意を表明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。私は忘れもしない2年前、2015年9月19日戦争法が強行されました。国会周辺では明け方までコールが続き、市民と野党は戦争法を廃止する、新しい政府を作るのだとお互いに決意を固め合いました。民主主義は止まらない。あれから2年、参議院選挙、新潟、仙台など市民と野党の運動は選挙のたびに鍛えられ、確かな希望を勝ち取ってきました。今度は総選挙、安倍政権に踏みにじられた立憲主義の傷を癒し、憲法が暮らしに生きる私たちの政治への転換を進める時です。この3年国民の声に背を向けて、安倍政権が強行した悪法は数知れず、戦争法、共謀罪、年金カット法に介護保険からの養子縁外し、果てはカジノの解禁まで、私は送り出していただいた国会で悪法強行そのたびに怒りを心に燃やし続けてきました。政治に正義と信頼を取り戻さなければなりません。議会での質問時間はまさに主権者国民の皆さんから託された勝負の瞬間、最後の1秒まで決して無駄にしないよう、託していただいたみんなの願いを言葉に託し、私も大臣と対決してきました。終わらない保育事故、うつ伏せ寝で誰にも看取られることもなく何時間も放置をされ、失われた小さな命の最後の在り方を知りました。障害をお持ちの皆さんや高齢者に対する虐待も後を絶ちません。誰もがたった一度の人生を、このかけがえのない今を生きているということ、この事実に安倍政権はあまりにも無関心です。若者を追い詰める世界一高い学費、 OECD 経済協力開発機構の調査で国内総生産に占める教育に関わる予算、なんと日本はダントツの最下位となりました。私はこの国の一員として誰も排除されることのない社会を作りたい、この思いで見えにくい子どもや女性の貧困問題、LGBT と総称される性的マイノリティの人権問題を国政の課題に押し上げてきました。安倍首相、あなたがお友達優遇に明け暮れているその時に、暮らしの痛みは限界点を超えています。アベノミクスをこの大失敗は明らかです。約5年消費は冷え込んだまま、働く皆さんの実質賃金は一向に上がらず、非正規雇用の蔓延、過労死、いじめ、自殺、パワハラ、セクハラ、政治の貧しさが人々の人生の歪みとなって襲いかかっています。この一方で、確かにアベノミクスで大儲けを上げている人たちも存在している。安倍政権発足以降、富裕層上位40人の
金融資産は約2倍に膨れ上がり、大企業の内部留保も400兆円を超えている。一体誰のための政治なんでしょう。命暮らしに関わる予算となると、安倍首相はいつも財源がない、財源がないと言ってきた。事実、社会保障の予算は毎年1000億円削り続けてきました。ところがどうでしょう、首相のお友達に対しては特区まで作ってあげて優遇し、国有地は8億円のディスカウント。この国は安倍晋三とその補完勢力の持ち物ではありません。日本をこれ以上壊させるわけにいかない。だからこそ私たちは安倍政権の退場を求めます。私は東京12区から立ち上がる。そのためにどうしても言わなければならない事実があります。現職の公明党、太田昭宏氏が一体何をしてきたでしょうか。まちづくりどころか町壊し、特定整備路線、あの巨大道路建設計画では住民の意見を確認することなく事業認可を下した、その時の国交大臣その人です。十条の商店街、太田道館ゆかりの上昇寺、歴史的景観や北区、東京12区の皆さんの暮らしを知っていれば事業認可などできようはずがありません。そしてカジノの解禁、整備担当を担ってきたのも太田昭宏氏ご本人です。カジノはギャンブル依存症を大量に生み出し、暴力団の関与、マネーロンダリング、周辺地域の環境悪化、子どもたちへの悪影響、まさに社会悪そのもの。多くの人々の人生を不幸に陥れ、一体何が経済成長でしょう。さらに戦争法、集団的自衛権行使容認閣議決定の時に署名をした国交大臣は誰でしょう。東京12区現職の、これも太田さんご本人です。しかし皆様、とても不思議です。2013年参議院で太田大臣はこのように問われました。そして素晴らしい答弁してる。集団的自衛権行使は憲法上許されないというのが長年の踏み固められた憲法解釈だ。憲法明文の変更なくして集団的自衛権の行使は認められない。なぜこの見解が180度変わってしまったのか、12区の有権者への説明を求めます。公明党はブレーキどころか安倍暴走のアクセルです。安倍首相の野望、憲法改悪の野望はますます強まっている。首相は言います。新たに自衛隊に3校を取り付けて自衛隊の文言を書き込もうと。書き込むだけだからいいでしょ、現状何も変わらないから安心してね。本当にそうでしょうか。何も変わらないのであれば書き込まなければいいではないか。安倍首相は決して真実を語りません。書き込むだけでは終わらない。憲法9条を骨抜きにし、再び戦争する国に変えること、これこそ安倍政権の本当の狙いです。私は改めて沖縄の戦いを心に刻みます。辺野古新基地建設に抗い座り込みを続けている島袋文子さんのお話を聞きました。本土決戦を遅らせるための捨て石とされた沖縄は苛烈な戦場となり、文子おばあは当時15歳、目の見えないお母さん、幼い弟の手を引いて、文子おばあご自身も火炎放射器で焼かれながら大やけどを負い、あの沖縄の地を逃げ惑いました。信じていた日本兵は決して住民を守らず、むしろ逆に殺戮をした。誰が戦争を始めるのか、戦争をしてはいけない、基地はいらない、力を貸してください沖縄に、とこのように発言した文子おばあの言葉、私はここ東京12区でこそ受け止めて、自公連立の象徴12区から命の重みを突きつける戦い、皆さんと共に勝ち上がる決意です。
どうか日本共産党を伸ばしてください。党を作って95年、一筋に反政平は貫いてきました。共産党が伸びれば必ず政治が変わります。市民と野党の共同の要となって、みんなの声を誠実に国政に反映させます。私池内沙織、誰の命も奪わせない、私たちの命の重み思い知るまで安倍政権に知らしめていくこの戦い、皆さんと息高く必ず立ち上がる決意を重ねて申し上げまして、今日この場での訴えとさせていただきます。共に頑張り抜きましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。衆議院東京12区池内沙織衆議院議員からの心からの訴えでございました。それでは本日最後の弁士を紹介いたします。